はい、こんにちは、ワンピーススクラッチをやっていきたいと思います。今回はハンコックハッピーカウント、ルールの方は左の赤枠の中を全て削ってください。ハンコックの海賊マークが4個以上出れば当たりということで、9個枠があるんですけど、全部海賊マークが出れば1等300万円ですね。それではやっていきたいと思います。やばい、なんかハンコック目があった海賊マーク、これドクロだから外れですね。外れ。今回も10枚買ってます。もうこの時点で最低で何個、4個で6等、はい、1個目が出ました。ずれ、はい、2個目ですね。海賊女帝ボアハンコック、お、3個で出ましたね。あれ、1枚目で4つ出たということはこの時点で200円当たってますね。5個で1000円、はい、なんと一発目で、珍しいですね。一発目で1234、4つ出たんで6等200円当たりました。初めてじゃないかな、一発目とかはい、2枚目ですね。そうするとちょっと期待が持てるんだか持てないんだか。はい、1個目、まあでも最近200円しか当たってないんで、ちょっとワンチャン5等とかね、4等とか当たってるのをちょっと見たいですね。はい、3つ出て、はい、外れですね。まあ最近元桜花七部会ですか、海賊女帝フォアハンコックね。今は、最近ではね、ちょっと桜花七部会制度が、なくなってしまったんで、ただの海賊となってしまって、ちょっと女ヶ島でしたっけ、そこでもちょっと海賊扱いだから、海軍がね攻めてきたりとか結構大変みたいな。まあ、でも出番がね、もっと出してほしいですよねまあ海賊女帝行って、ちょっと綺麗というか美人キャラみたいな感じで出てますけど、そもそもまあルフィの仲間とかワンピースに出てくる女性キャラっていうのは大体美人というか、ね、キャラが立ってるんで、ね、女帝にも引けを取ってないっていうかね、ナミとかロビンとかね。はい、外れ。5枚目。まあでも桜花七部会で言ったら、まあ、こう一点というかね、女性キャラ、七部会じゃないもんな、ビッグマムとか一応女性だけど、あれは4校なんでね。はい、2個目。いや、これでも9個とか出たらもうどんな感じなんだろうな。3個4個、まずそもそも8個連チャンできた時点でもう心臓がね半端ないと思う。8個で5万円で9個で300万円だから、その差295万円だからね。最後の1個削るときもドキドキやろな。1個目、くぅ、はい、もうこの時点でもう3個しかないんで、ね、外れですね。7枚目。ちょっとこの、まあ200円、1枚200円のスクラッチなんですけど、シンプルすぎてね、300円のスクラッチの方がまあやりがいがあるというかね。まあでもワンピーススクラッチもちょっと飽きてきたというか、前はドラゴンボールスクラッチだったんですけど、ワンピースやってね、8枚目。毎週これ桜花七部会一人ずつ出していくっていう感じでもいいけど
最初からドクロが来るとちょっとなえるというかね。2個目、あーやばいな。3個目、まあもう6と当たっちゃってるんでね。9枚目かな。なんか今回はサクサクだな、サクサク。まあシンプルでいいんですけどね、揃ってるか揃ってないかとかってちょっと削るより、まあ、ドキドキ感あれ、期待感がゼロだな。はい、3つ、外れ、ラストですね。今回のちょっと動画早いんじゃないこれサクサクすぎ。外れ、1個目、あちょっとワンピーススクラッチをやめて、ちょっとワンニャンスクラッチの方に行こうかなワンニャンスクラッチ、はい、この時点でもう外れてますね。はい、3個ということで、1枚目に来たんですが、今回も、6等ですね。6等400円じゃない、200円ということで、1、2、3、4つ揃ってます。それではね、ワンピーススクラッチの方削ってみました。よければね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは失礼します。